金ね、力尽きんの。その前に終わってんの。大体、僕の戦いは。そういうことが多くてね。これは、本当の瓦礫かな。新マップじゃなくて。違うわ、新マップか。てか、これ、瓦礫がこれになったの今。瓦礫は瓦礫じゃないね、今。瓦礫が瓦礫じゃないってのもわかんないけど。吸われてる、吸われてる。俺、早いから多分、あれやな。早すぎだから、多分。発電機どこだっけ？慣れるまで、まあ、一応覚えるの大事やな。でも、この道わかんねえぞ俺今。どっから来た。何回、多分こっちだった気がするな。ここの道わかんねえよ。わかした。わかったけど。こういうとこだよな、ヒロちゃんの凄みって。デッドバイプレイヤーはこういうところを良いと言わなきゃいけない。見えてんだろ？もう一人に託して、もう一人に救助託して、あれ？行ってないね、救助。あれ？なんで行かないのこいつ。あーもうマジで驚くわ。何やってんだよこいつよ。マジで驚くだろ。もう無理無理。こんな、やっぱり新キャラ使ってるやつにログなのいねえわ。無理無理。だってさ、俺の視点から考えれば連携が取れねえ時点で、あ、もうやめるやめる。無理無理。こんなやつらとゲームしてるとこなんで時間の無駄。トーテム壊します。時間がもったいない。トーテム壊し、あー、やる？いや、無理だろうよ。あれで入らないやつは。どう説明すんだよ。発電機から手を離した瞬間よ。まあ別に捕まってもいいです。僕はもう終わるつもりなんで。もうこういう、あ、でももうやってみる？諦めないでやるべきだったね。ひどいよなぁ。もうよ、新キャラ使ってるやつにログなのいないしさ。手を離して発電機触るってどういうことよ。絆持ってて優秀な人って手を離してんだから、来ないって思うわ。救助行ってるって思うわ。無駄が生じるんだから。マジで呆れるだろ。どうやって脱出をするかだよな、問題は。ここによー。ここによー。こっからどうやって脱出をする。治療もらわねえのかよ。ダメだよな、その一瞬の遅れが。本当に使えねえよな。ダメだな、もうどっちも。新キャラいる時点で無理や、もう。無理よ。あれ説明しろよ。こっち視点よ。こいつらは自分だけ考えてて、カバー入ることもやらないだろ。対話できない。カバー入れたら優秀。入れない。絶対に。自分のことしか考えてない。
エイトがいなくなったら多分負けるでしょう。これぐらい期待はしてないです。もうマジで本当にそれぐらい期待はできないです。新キャラだから。もう。2倍だけかっこよくしてるやつと、瞬時にここの発電機にたどり着いてるやつ、どっちが優秀かって見てる人はわかんだろ。脱出することも大事だよ。3人いた方がいい。もう言った通りだからもう、ここまで回ってんだろ。金やろうとゲームすれば無理だよな。どこだよこれ。確かね、多分こっちやん。どこ？どこで倒れてる？倒れてる場所を教えてくれ。いやもうこれだろ？自分の身の安全ばっかり考えてるプレイヤーと。これはこれはヒアジャーデッドバランスバース野良見ればわかる。あの、中華の銀融指示見てみな。全部チキンプレイ、安全プレイ。俺は対局。発電機は回すわ、ゲートまで上げるって離れ技。これが野良との力の差です。大切なことを、こういうプレイの方が優れてるっていう評価しなきゃダメなんですよ。ゲートを上げなかったらどうやって奇跡を起こすんですか？二人を見比べればわかるでしょ？こんな6回入ってんのか知らないけどの人と。トーテムを壊してるやつと。マジで上げれるでしょ？自分のことじゃ考えてねえやつと、チームのためにやってるやつ、評価するべきって僕の方のプレイなんですよ、あのプレイ。あの5台目を回すし、挙句の果てにゲートまで開けるっていう、そういう離れ技やってるんですよ、僕の方は。これ何なのこれ。ロッカー、トーテムを壊してるって出たけど、これどういうことこれ、今何やってんのここ。ゲート、今のは何なの？ゲートに何か行けるかと、あれがあるってこと？あっちを探したとかいうこと？映像的にはわかんないけど。勝って当たり前。まあ、ヒロちゃんがいたら勝っちゃう。俺は通報ね。見たらわかるでしょ？俺と比べてみな？この上のやつ。スコア的にはあれだけど、俺が7000ポイントも下回ってるけど、最後のプレイ見てみな。勇気を持って上に行ってゲート開けたの俺だぜ。こいつって何もやってねえのだぜ。救助したっていう。仕事してないのと同じだぜ、それ。5台目の発電機を回したりさし、そこからゲートに行ったかどうかだよ。救助を考えたけど場所が分かんなかったからね。だったら、釣ってるから、やるべきはゲートを開けることだと判断していったっていう。こういう状況判断っていうのをちゃんとできてる人が優秀っていう風なゲームにしなきゃダメよ。チェイスの長さっていうわけわかんない基準でやってるから、あのプレイヤーの質が上がんないんだわ。だって基準がそれだから。俺みたいなプレイの方が優れてる。あ、こういうタップってかっこいいなって思えてれば伸びるよ。うん、伸びるよ。おう、僕のプレイにどこにチェイスがあんの？どこに僕にロングチェイスがあんのか説明してほしいけど。そうではなくてチームのためになる行動しかやってないじゃん、全部ひたすら。うん、ひたすらチームの